皆さんが YouTube を始めたきっかけを教えてくださいというお便りが来ております。お便り、なるほどね。始めたきっかけ、まあ、動機、誰かの影響みたいなのありましたら。ああ、なるほど、なるほど。カズさん、僕は端的に、はい、もうジェット大輔さんのいいですわ。なるほど、なるほど。はい、もう。マグニーさんいらっしゃいます。はい。あ、僕は誰かに憧れてとかじゃなくて。はい。お前は YouTube やった方がいいと思うよって言われて。あ、それはまさか誰に言われたんですか、それは。あ、それはまあね、カズさんと共通の知り合い、そうそう、レイ君。この前カズさんがラジオで話してましたよ。そうそうそう、レイ君、そうそう、レイ君。はめられたからやったんだ、本当に。そうよ、マジで。ずっとブログで飯を食いてーと思って、ブローショタク欲しいと思ってで、ブログでちょっとやっても全然ダメで YouTube なんかいいよって言われてやってみよう。カズさんとマグニーさんは YouTube を始める前からのお付き合いだったってことですよね。もう始まってました、僕は。あ、そうなんですね。初めてお会いした時は。なるほど、なるほど。じゃあもう本当始めたての時にっていうこと。始めたての時、そう、本当に。だね、ならほわほわの時だわ。ほわほわの時。そうだね。なるほど。どうぞさんは？僕はグッチさんなんですよ。はい。ミラクルグッチさんです。嘘。ミラクルグッチさんがなんかバイトやられてた時に。嫁がずっと見てて、グッチさん。はい。で、なんか、私が見てる YouTuber の人がバイト辞めるって言ってるって言って、なんでって聞いたら、なんか YouTube でお金が稼げるみたいなのを聞いて、えって思ってやり始めました。お金嫁さんのおかげ？嫁さんの。はい、そうですね。まあ当時彼女でしたけど、はい、嫁のおかげです。僕は YouTube とかあんま見てなかったんで、はい。すごいな。嫁がずっと見てました、グッチさん。ボンさんは？僕はなんで？マックス村井さんですね。マジか。村井さんの影響で始めたんですか？そうか、もうそもそも僕役者やってて、泣かず飛ばず産まず生まれずだったので、なんかね、なんかきっかけないかなで。マックス村井さんの YouTube ちょっと見てて、初ドラですよね。初ドラだ。で始めましたね。パズドラからスタートなんだ。そうですね、まあパズドラは動画してないですけど、そうですね、パズドラを初めて YouTube 見たのはパズドラです。売名ですね、もうきっかけは。ご視聴ありがとうございました。概要欄から本編動画もお楽しみください。ドズル社の切り抜きチャンネルもぜひ。